行こう、大いなる旅路へ。英雄の歌を歌いましょう。これが私だ。失礼しましょう。倒すのみ。英雄の歌を歌いましょう。見捨てられない。失礼しましょう。片付ける。勝利を祈ろう。大丈夫ですか？まだ負けてません。これが私だ。撃退しましたけど、私たち以外全滅。そんな。積み重なる屍に折れた武器の数々、これが世界の実情、ままなりませんな。大した試練だ。終わったなら移動するぞ。敵軍を相手取っている本体はどうなった？なんだあれは。王都の兵士たちは戦うつもりはあるのか？かろうじて誘導しているようには見えますが、あれはもはや戦術ではなく、ただの回想、持ち場の放棄だ。敵軍が勢いづいて、どんどん先へ。どうしましょう、兄さん。カルンガ高原の真北、つまり王都を出てすぐの真南、そこに広がる険しい峡谷で、あることが起きる。私の占いでは、そこにあなたの待ち人が。いいえ。運命が待っていると出ているわ。兄さん？おい、どこへ行く？後を追いましょう。戦場を迂回して北上し続けている。伊豆子を目指しているのだ、あの道家は。見てください、あれ、谷の下。進め！臆病者の王国軍はもういない。王都を陥落させよ。わー！敵軍がもうここまで。本体は何をやっている？王都はもう目と鼻の先だぞ。このままでは。開けた空間？峡谷の底にこんな大きな場所が。それより、なんだあの門は。岩盤をくり抜いて作られている。まさか王都の地下とつながっているのか。敵兵が
峡谷の底になだれ込んでいく。門が開いた。固く閉ざされていた門扉がきしみを上げ、うなり声を放ちながら、ぽっかりと開いた闇のアギトをさらけ出す。その中より現れたのは、あれは重厚な鎧に雷の紋章の兜、巻きついた鎖、それに巨大な旋風。もしかしてあれが王都の守護者ミノス将軍。なんだあの曲は。いや、それよりたった一人で敵軍を相手取るつもりか。ひるむな！敵はたった一人！やつを蹴散らし、王都へ進軍せよ！何なんだこいつ！降伏する！降伏するから！強すぎる。戦闘ですらない。これではただの虐殺。巨大な鎖を振り回し、人も魔物も引きちぎる。その人雷のごとき姿についた混迷が雷子を。バカな、本当に万の軍を一人で蹴散らすというのか。胸騒ぎが止まらない。言葉が収まらない。あれはまさか。いるよ！人を食べてる？なんだこれは？なんだ？あの化け物は？逃げろ！逃げろ！早く引き返せ！峡谷の道が、唯一の退路が崩落で塞がれて。王都のクソどもが！あれが熱き戦いであるものか。あれは、
ただの食事だ。波払われる鎖に振り下ろされる旋風、哀れな兵士は馳せ、血肉が踊り、閉ざされた峡谷は赤く染まる。危機死に勝る大将軍、赤き雷鳴を轟かす雷鳴地鼓、兜を壊しアギトを開き、人肉をその口に。ああ、しかしこれは、ああ、こんなものは歌に変えられない。だってあれは、ミノタウロス。その日、彼らは絶望の意味を知った。絶望の名は、ミノタウロス。楽園たる王とは、人類の敵を飼っていた。